その写真ってこう現場で生まれるもので瞬間瞬間こう出てくるんだけどやっぱりその見てくれる人をまず第一想定、うん、どんな読者がだったりどんな人が写真を見てくれるのかっていうことを考えて仕事していて、うん、それはやっぱり個人的にはなんか5年後とか10年後の松本君が写真を見た時にどう思うのかっていうのを心がけてたかな。ななるほど私がなんだそ,のそう 読者というかその見る人がじゃないですかまず一番の読者は松本くんと、えー、でもう一人は松本くんをまだ知らない人が見てくれたときにどういうふうに感じるかなってそこにポジティブなものがあればいいなと思っててうん優しいねえ本当優しいねそうかそうなんだ被写体が一番なんだ